チャールズ、ソック、コレーショー・マクモリスは、アメリカ海軍の軍人、海軍中将。アッツ島沖海戦及びアリューシャン方面の戦いでの功績でよく知られる。マクモリスは1890年、アラバマ州へトゥンプカで生まれる。地元の公立学校に通った後、1908年6月26日に、海軍主管学校に入学し、 1912年6月8日に5番の赤字で卒業した。マク・ムリスは主幹候補生としてデラウェア・モンタナ・ニューハンプシャーに乗り組み、1914年にはベラクルスの戦いに参加した。その後メリーランドに着任し、1915年にハワイのホノルル沖で沈没した潜水艦 F-4 の引き上げ任務に参加した。第一次世界大戦には、 歌詞館として従軍し、駆逐艦省メレディスに勤務時、戦闘に参加する。1918年には大尉に昇進した。戦艦機には会場及び陸上の様々な認知で勤務し、1938年には海軍大学を卒業、1939年から41年までハワイ拠点の艦隊で作戦参謀として勤務した。 1941年の真珠湾攻撃後、マクムリスは太平洋艦隊の作戦立案主官に任命され、同職を1942年4月まで務める。その後サンフランシスコを機関とした第8巡洋艦任務部隊の指揮を命じられる。何度か日本艦隊とアリューシャン列島において戦闘を行った後、1943年6月に、 太平洋艦隊の参謀長となり、終戦まで、チェスターにミッ提督の個人的アドバイザーを務めた。1944年9月23日から1948年7月までの短期間、中条の階級で第4艦隊司令官及び、海軍召喚会議のメンバーを務め、その後8月25日に、真珠湾の海軍第14艦区司令官に就任する。 マックモリスは最後に、真珠湾海軍基地の司令官を務め、退役後は、ペンシルベニア州マリエッタで余生を過ごした。マックモリスは1954年に死去した。クロード・ジョーンズ9号 A 駆逐艦の3番艦は彼に、ちなんで命名された。ありがとうございます。